はいえー、と私は独協大学で入試科,に入試科で働いていての中で広報という高校生向けの広報、えー、をた担当していまして、えー、オープンキャンパスですとかあとは、えー、進学フェアあと高校内説明会などのこう取りまとめですとか あとは大学の広告ですね YouTube ですとかあの Twitter などの SNS の広告とか新聞広告駅看板などの広告こういったものもですね入試広報は担当しています <music> えっとノーと言わない対応をですね心がけるようになりました これを言うと結構ノーって言う必要もあるんだよということで言うあの怒られちゃうことが結構あるんですけれどもあのこれまではできないことを何か言い訳を並べてできないようにしているようなの自分がいてそれが嫌だったのであのやるためには実現するためには何ができるかっていうのをまあ少しだけでも考えてその上でこう回答を出すようにしています。